おはようございます。おはようございます。何時？2時半でございます。2時半です。これより下田、東丸さんで今から沖に出て、水深が今日380から480前後ぐらいまでのところを、狙いに行きます。で、狙い物としては、基本は金目で、クロムツのちょっと大きいのが出るらしいんで、まあ、そこと、あとアホダイが出ればいいかなみたいな、そんな感じで、ですね。はい。で、まあ、タックル的にもフルデプス、先日発売したフルデプスをまあメインで、あとちょっと他もろもろテストがあるんで、この辺も踏まえつつやっていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。ずっとこのロケーション最高っすね。ジグは今とりあえず最長はフレア800、ベリーからの粘りとティップの灰でこう当たりを取って、出てる。ヘイ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 、魚、あ、金目だ、金目だ。さあ朝の第一頭いきます。水深が深いんで一斉に用意ドンじゃなくて前から順番に入れていく感じで、で金目ね、深いのもあるし、で特にこっちはすごい時間きっちりしてるんで昼13時でストップなんですよね。なんでね、1日に入れれる回数がどれぐらいかな、多くて9回ぐらい、だいたい8回前後なんでしか入れれないんですよね。なんでその少ない回数を、接点から下り込みに最初頭が370集中して、最初 370m から多分深くなっていくのかな。今のところはすんなり入っていくね、うん、今のところはね。まだどれぐらい、200落ちてないか。あ、意外と綺麗に素直に入るな。どうよかな、今で200か、まだ半分です。もう反応はほとんど浮いてる反応ないし、超ボトムなし、下ってきても383で、あわよくば6つ、プロ6つ。森本さんほぼ底ベタらしいです。え、浮いてない反応底ベタらしいです。森本さんが最も得意とする、え、得意なやつ、得意なやつ。370から380落ち込みです。あ、なんか触った、当たった、ついた。意外と早かった。とりあえず朝一反応分かんないんで、ちょっと大きめのしゃくりからやってみます。もう水深だよ。水深とジグの重さ。だからこの。
ああ MH はまあ400m500m ぐらいまでかな、をまあジグ800までは軽快にリフトできるサウルあって、この今やってる H、 これがだいたい 500m 以上、 500m から600、700、ジグも800から1200までをこうリフトできるような、設計になってます。こういう深海の釣りに特化した竿がまあ今までなかったっていうか、そういう専用設計が少なかった中で、まあ今回この専用設計作ることにあたって一番求めたのが楽にリフトできる竿、あの人間の力だけじゃなくて竿の力を借りてリフトできる竿をこう作りたかったんで、まあいいロットに仕上がってると思います。以上。420。俺もうつくつく。これですか？1.5です。はい。リーダーは？リーダーが8号。リーダーって何メーターぐらいだったの？僕だいたい2ヒロいつも取ってたんですけど、うん。まあ事前に潮早いっていう話だったんで、今日は一ヒロ。もう500出たぞ。はい。2メーターちょっと。はい。なるべく。森本さんも森本さんも一ヒロ半ぐらい。2ヒロ、うん。2ヒロかでカットしてるから、うん、最終一ヒロ半とかですね。2.5 メーターぐらい。うん。やっぱ深海ではあれですか、伸びを。伸びいいですね。そうですね。やっぱリーダーが一番こう伸びが。伸び。うん。まあ、こういう深海の釣りはこう竿が硬すぎてもダメ、柔らかすぎてもダメ、ベリーからの粘りとティップの入りでこう当たりを取って、リフトはバットからベリー、テコの原理でこうティップを上げてあげると竿が勝手にこうジグをリフトしてくる。金目の場合、まあ朝ちょっと暗い時から出て船が出航して、ポイントつくのが夜明け間近、その時は結構上の方までキメが浮いてることが多いんで、下から30メーターぐらい目がかった誘ってあげて、もう日が高くなるにつれて下から10メーターぐらいを中心に、今森本さんが上がってますけど、こういうキックの激しいとこ船長さんがうまく流してくれるんで、やっぱボトムを取ることが第一条件、そのためにこうロッドであったりラインであったりジグのウェイトであったり、取れねえ、こうその日の状況に合わせて合わせていかないと、みんなお祭りしたりとか一人だけ魚が食わなかったり、ボトムが取れなかったりすることがあるので、よっしゃ取れた取れた新島に勝ったみたい、新島に勝った、よし、まあジグのカラー、まあ難しい、いろいろあるんだけど、まあ水深が深ければ深いほど光が入らないんで、まあカラーっていうカラーのなんですか、これがいいあれがダメとかはあんまり僕は気にしてなくて、どちらかというとジグの動きであったりフォールであったりで、まあ一番いいなっていうか聞くのはやっぱチッコ蛍光塗料だったり、チッコの発光だったり、ブルーに発光するやつでこうゼブラだったりドットだったりでまたこう捕食している、ベイトが違ったら、またゼブラもいいんだけど、ゼブラがダメな日もあるんで、僕らどっちかというとドットグローを好んで使ってます。
まあ、なんでドットクローを好んで使ってるかっていうと、やっぱりベイトのある裸イワシがやっぱ多いっていうとこ。あ、色、ジグのカラーはもう気分転換、もしくはこうなんかのベイトイメージ、イカだったら赤とかそういうイメージで使い分けるぐらいですかね。シャクルっていうよりもジグを持ち上げる、リフトするを意識してる。どっちかというとシャクルじゃなくて、シャクっても竿がこう戻ってもジグは動いてないんで、下ではどっちかというとホールでアクションさせることを意識させてる。なるべくこうやって糸ふけを取ってやって、持ち上げてフリーフォール。やっぱ振り幅、この持ち上げる幅が大きければ大きいほどフォールの動く距離も長くなるんで、なるべくリフトを大きく長く取ってやることを意識してます。ボールアクションで食わないときはもう大体ちょっとリフトして止めるとか、段階的に落としていくとか、まあいろんなパターン試してもらえればいいかな。へいへいへい、食ったぜ食ったぜ。あれ食べたかな。ついてんな。あ、ついてるついてる。何かついた。金目であってほしいな。そこをねっちりやってたけど全然何もなかったんで、ちょっとね、どれぐらいか、そこから15ぐらい、20ぐらいあげようかなと思って15ぐらいのところで、お上品なあたりが金目であってほしいんですけど、頑張って500巻きます。結構金目自体がね、平たいぺったんこの魚なんで、どうしても回収の時に回っちゃうんですよね。でそれで身切れしたりすることが多いんで、そのために、ゼスタではベアリング入りのフックを採用してるわけなんですけど、それでもやっぱり今日なんかすんごい周複雑なんで、ちょっと丁寧に慎重にやります。サバが、サバが、もうサバとかやったら引退やな俺。食ったとか言って、金目らしい上品上品な当たりとか言っといて。多分あと50だと思うで、あと40。おなんか違う魚急に行き出した。メーサメーサ、あー、サメだな。絶対サメだな、食われたな。死んで変わりました。そこでやられたんじゃない、死んでやられた、今。あと20ぐらいやったのに。何やられたの。あと20メーターで。状況を説明してもらっていいですか。はい、そこから15メーターで、多分、てか、まあ、金目ヒットして1枚目やったので、慎重に上げてきてて、あとまあもう50切って20ぐらいかなっていう時にサメに食われて、そのままガツガツのワンダッシュで止めたら切られました。
サメの餌になっちゃいました。いやこれ魚じゃない無念あーチキショー石癖チキショー来て終わり。ほんと引かねえなんも石だ石が金目どてっぱら引っ掛けたとか回収でですかね。そんな感じかもしれないですね水吸っちゃってめっちゃ重たいもん。お、見えた白いで。なんていうの最終的に最後なんていうのデッテレーデッテレーヘイ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 。あ、魚、あ、金目だ金目だ。おおほほ重てえこいつ。おお、上もうまいこと引っ掛けたな。よし、金目。フルデプスエッチ。アサリ分かりましたか？ちょっと潮悪くて回収中ヒットでした。すいません。やっぱフレア800。この白のやっぱブルーベッドよく当たりますね。金目三島金目はこれ結構人からって言っても過言ではないんじゃないですか。お疲れ様でした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 。噂には聞いてましたけどめちゃくちゃ潮が重くて上潮はちょっと早かったですね今日は、フレアの800がほぼ800で途中ちょっと1キロテストがあったんで 1000g の、15をテストしましたけども、やっぱり竿はスローエモーションフルデプス、今 MH の方はもう発売が終わってるんですけれども、それの次の H のテストも兼ねて今日まあ MH もほぼメインでやってたわけなんですけれども、スローエモーションフルデプス今発売中なんですけど B64MH、 まあジグのウェイトのアベレージがだいたい600-700、ラインの方が2号、マックス2号、まあ水深から言いますとだいたい300-500mぐらいまで、すごく気持ちよくリフトできて楽に楽しめるものだと思います。やっぱりとにかく楽。うん、今日も 800g をメインに使ってたんですけど持ち上がるんで普通の今までの竿ですね。で長さも64っていう長さ取ってるんですごいリフトも楽ですし回収も意外とそこまでね64長いからって言うとそんなにしんどくいいわけでもないし専用設計で作っただけあるんで竿で皆さんも深いところを攻めていただけたらと楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。